旅行第47潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の13番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年12月28日、三菱重工業神戸造船所で寄港。1943年8月20日浸水。1944年1月31日に、竣工し、 二島潜水艦に類別。同日、舞鶴鎮守布石となり、訓練部隊である第六艦隊第十一潜水戦隊に編入された。3月27日、パラオへ空襲に向かう米第58任務部隊を迎撃するため、両47はクレを出港。4月13日、クレに到着。5月14日、第34潜水隊に編入。 6月14日、両47は、横須賀を出港し、サイパン周辺海域に進出して紹介。7月16日、マイズルに到着。整備の後、クレに移動した。9月17日、両46は、クレを出港し、アンガウルの戦いに向かう、米総戦団を迎撃するために、パラオ南方沖に進出。24日、 ペリリュウの戦いの米軍の増援を阻止するために、パラオ東方沖へ急行するよう命ぜられるが、この時に命令を受け取った反応を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、26日、パラオ北東沖で、ペリリュウからグアムに向かっていた、米護衛駆逐艦、マッコイレーノルズが8400メートルの距離で船をレーダー探知。発行信号で応答を求めたところ、 レーダーから反応が消えた。その後、マッコイ・レーノルズは2300メートルの距離で先行中の潜水艦をソナー探知。0218にヘッジホック24発を投下したが、効果はなかった。その後、マッコイ・レーノルズは爆雷とヘッジホックによる攻撃を6回行った。6回目の攻撃の後の0615、海中で大爆発音を聴取した。 それから間もなく、重油と潜水艦のものと思われる、木製艦板の破片が浮かび上がるのを確認した。これが旅47の最後の瞬間であり、艦長の石川町南太医科上院76名、全員戦死。沈没地点はパラオ北東沖、北緯09度19分統計136度44分、北緯9.317度統計136.733度、 9.31736.73311月2日、パラオ付近で防失と認定され、1945年3月10日に除籍された。ありがとうございます。